プリンプトン322と呼ばれる粘土版。1951年にノイゲバウアーはピュタゴラス数の表であることを指摘した。オットー・エドゥアルト・ノイゲバウアーはオーストリア系アメリカ人の数学者、科学士や古代から中世にかけての天文学及び精密科学の歴史に関する研究で知られるようになった。古代バビロニアの粘土版の研究を通して 古代バビロニア人たちが従来認識されてきたよりずっと多くの数理的知識や天文学的知識を持っていたことを明らかにした。米国科学アカデミーは、ノイゲバウアーを同世代の精密科学史研究者の中で最も独自、かつ生産的な研究者であり、おそらくは科学史の分野においてもそうであると評した。ノイゲバウアーは当初数学者として学問的キャリアを開始したが、 まず、エジプトとバビロニアの数学に転向し、その後、数理的天文学の歴史研究に携わるようになった。65年間に及ぶノイゲバウアーの研究成果により、バビロニア、エジプト、インドから始まり、古代ギリシアローマ世界と中世イスラーム世界を経由して中世ヨーロッパ、ルネサンスへと受け継がれた数理的天文学に関する知見は大いに豊かなものとなった。 また、精密科学の歴史の研究における彼の影響は大きなものがある。夫のイゲバウアーはオーストリアのインスブルク生まれ。父、ルドルフのイゲバウアーは鉄道建設技術者であり、ペルシア絨毯の収集家、研究家であった。その父と母を、オッーはとても幼い頃に亡くしている。第一次世界大戦の時にはオーストリア帝国軍に徴兵され、 砲兵士官としてイタリア戦線に従軍したが捕虜となった。収容先のイタリア軍の捕虜収容所は、東京のルートオイ・ヒビットゲンシュタインが収容されていた場所と同じところだった。終戦後の1919 19年にグラーツ大学の電気工学科と物理学科に入る。1921年にはミュンヘン大学へ移った。1922年から1924年までの 間は、ゲッティンゲン大学の数学研究所にて、リハルト・クーラント、エトムントランダー及びエミーネーターのもとで数学を研究した。1924年から1925年の、間は、コッペンハーゲン大学に在籍していた。リンド・パピルスの断片、大英博物館像。ゲッティンゲン大学で数学の博士論文を準備していた頃、東洋学に関心を持ち始めた。 コッペンハーゲン大学で彼の関心はさらにエジプト数学の歴史へと向かう。1926年の学位論文、ダイグルントラーゲンデアエイジプシチェンブルーカーチトナンはリンドパピルスに記載されていた表の数学的分析であった。1927年に数学史の教授職資格を得て、私、講師として働いた。また、同年には、 古代バビロニアの数学についての最初の論文を表した。その中では60進法の起源が論じられた。モスクワ数学パピルスの第14問。1929年、ノイネバウアーは出版社のシュプリンガーに数理科学の歴史を専門に扱う装飾ベランウンとシュテューディアンツワゲシヒテデアマタマティック、アストラーノミュンとフィシックを創設した。この創書から 彼はさらに、算術と幾何学分野における、エジプトの計算機の技術についての論文を出版する。その中には、幾何学分野における最も重要なテクストである、モスクワ数学パピルスに関するものも含まれる。1928年にノイゲバウアーは、レニングラードにて、モスクワパピルスの研究を行っている。1931年には、評論雑誌、 ゼントラルブラッドフィア・マタマティック・ウント・イーレ・グレンズ・ジェバイアットを創設した。この雑誌の創設は現代数学への最も重要な貢献となった。ヒトラーが首相となった1933年に、ノイネ・バウアーは新しい政府への忠誠の誓いに署名を求められた。彼がこれを拒否したところ、すぐに停職させられた。そこで1934年にコッペンハーゲン大学へ行き、 正式な教授として数学を教える。1936年にはディオファントス方程式を用いる文献の年代特定と分析の方法について論じた論文を発表した。また、1935年から1937年の間にマシュマティッシュ・キール・スクリフト・テクストと題された膨大、詳細活動をに優れたコーパスを発表した。このコーパスでは、 古代バビロニアにおいて知られていた数学が古代エジプトや古代ギリシアの頃に知られていた数学から想像されるものよりはるかに豊かなものであったことが示された。創設した雑誌ゼントラルブラッドがナチスに奪われてしまったため1939年にノイエバウアーはアメリカ合衆国へ移住しブラウン大学の招きに応じて同大学の数学科に入った。そこで マセマティカル・リベスの編集に携わった。アメリカの市民権を取得し、残りのキャリアのほとんどをブラウン大学で過ごすこととなった。1947年にはブラウン大学がノイネ・バウアーのために創設した数学史学科の初代主任教授となった。1945年にはアッシリア学の専門家、エイブラハム・ザックスとの共同研究で設計文字数学文献を出版した。 本書は英語で書かれた古代バビロニア数学の基本書であり続けている。1967年にはアメリカ天文学会からヘンリー・ノリス・ラッセル講師職を授与された。1977年には米国科学アカデミー会員になり1979年には米国数学協会から数学への顕著な功績に対して賞が贈られた。1984年には 1950年からメンバーであったプリンストン高等研究所へ移籍した。ノイゲバウアーは小読みの歴史にも興味を持ち、コプト歴とその起源をおよそ起源4世紀頃のユダヤ歴に基づいて復元した。この資料は従来これら2種類の小読みに用いられた資料と比較して少なくとも200年は古い資料であった。ノイゲバウアーの考察によると ユダヤ歴は1週間を7日間とするアレクサンドリア式の1年の数え方で19年を1サイクルとするものであったが、キリスト教徒はこれに若干の変更を加え、復活祭が過ぎ越しの日と重ならないようにしたものであった。教会史の研究において、教会歴は非常に高度でとても複雑なものであったと考えられていたが、ノイゲバウアーの研究によって、 それが至ってシンプルなものであったことが判明した。1988年にノイ・ゲバウアーはギリシアのパピルスの断片を研究した。この研究によりバビロニアの天文学がギリシア人へと集中的に伝わった時期が特定された。またバビロニア天文学の方法論が400年間、プトレマイオスのアルマゲスト以後でさえもずっと使われ続けていたことが分かった。 ノイゲバウアーの最後の論文はアッシリア学からルネッサンス芸術までというタイトルで1989年に発表された。同論文は月の光天周期の平均長という一つの天文学的変数を象述する。その資料は設計文字のタブレットから始まり、前述のパピルスの断片、ユダヤ歴15世紀初頭の児童書にまで及ぶ。 1986年には、ノイゲバワーの古代世界の精密科学、特に古代メソポタミア、エジプト、ギリシアの天文学の基礎研究に対して、バルザン賞が贈られた。バルザン賞授与委員会は受賞理由を新資料に基づいた古代の科学についての知見を我々にもたらし、また、それが古典、中世世界へと伝播される様を明らかにした。また、 科学史への興味を喚起し、さらなる研究へと向かわせることに大きな成功を収めたとした。ノイゲバウアーは、賞金の25万スイスフランを、プリンストン高等研究所に寄付した。なお、カリフォルニア工科大学の物理学者、天文学者のゲリー・ノイゲバウアーは、本校の夫ノイゲバウアーの息子である。1936年には、オスロで開かれた、 国際数学者会議において、先ギリシア時代の数学と、その数学のギリシアに対する相対的な位置づけと題した記念講演を行った。ありがとうございます。